大喜利のコーナー、イエーイ。さあ、ということでお題はこちら、消えちゃってすいません。山崎賢人のツイッターでまさかの発言何言った？山崎賢人ツイッターでまさかの発言何言った？さあ、お答えください。じゃあ行きましょうか。山崎賢人ツイッターでまさかの発言何言った？桐谷美玲より土屋太鳳。なんでこの手は。はい、OK です。行きましょう。ツイッターでまさかの発言何言った？タワちゃんって俺よりイケメンじゃん。はい。そんな、なんでつまずいたんですか、そこで。わけわかんないですよ。老人ホームランの大爆笑した。老人は、グリコサミン持ってる人。グリコサミン持ってる人。よう頑張ったわ。はい、ということで、ツイッターでまさかの発言何言った？じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。ツイッターでまさかの発言何言った？実は毎日ノーパンで過ごしてる。あ、素晴らしい。え、いいですよね。逆にね、そのパンツ、私が脱ぐわ、みたいな人もいるかもしれませんよね。じゃあ行きましょうか。はい、ツイッターでまさかの発言何言った？絶対に税金払いたくないわ。それは言っちゃダメですよね。それはね、今のね、政府への、ね、思いとかがあるかもしれませんけど、さあ行きましょう。はい、行きますよ。はい、ツイッターでまさかの発言何言った？我々は愚かなアメリカの行動をもう少し見守る。そういうことですよね。そういうことですよね。思想を書いてある。思想つぶやきだから。つぶやきを書いてある。じゃあ答え出ました。答え出ました。ライノスさん。山崎賢人、ツイッターでまさかの発言、何言ったわ？広瀬すずの脇汗うめえでございました。さあ、こんなん書いたらダメですよ。バイバーイ。さあ。